学校法人静岡文化芸術大学は日本の学校法人。かつて静岡文化芸術大学の設置者であった。学生の約8割を女性が占める。静岡県浜松市中区に本部を置き、静岡文化芸術大学を設置、運営していた。学生の8割が女子学生であり、一般入試倍率は約11倍である。 文化政策学部とデザイン学部がある。理事長であった、川勝平太静岡県知事が、8割くらい、女の子なんです。でも11倍の倍率を通ってくるんですから、もう皆綺麗。顔の綺麗な子は、賢いことを言わないと綺麗に見えないと発言していた、ことが報道された。1990年代、静岡県立大学短期大学部浜松校では、 施設の老朽化が進み、敷地も手狭であることが問題視されるようになった。また、地元である浜松市からは、短期大学部を4年生大学に、改組するよう要望がなされていた。これを受け、静岡県庁は、静岡県立大学短期大学部浜松校を、廃止し4年生大学を新設する方針を決定し、文部省の認可を経て2000年に、 静岡文化芸術大学を設置した。しかし、新設された静岡文化芸術大学は、公立大学ではなく、公設民営の私立大学とし、静岡文化芸術大学の設置に先立つ1999年、静岡県は、学校の設置者として、学校法人静岡文化芸術大学を設立した。これは、地方公共団体が直接設置。 管理、運営する従来の公立大学よりも、組織の代表が、大学運営を直接指揮、監督する、学校法人の方が、新大学により適していると判断されたためであるが、地方独立行政法人法の制定などを背景に、2010年4月に、公立大学法人静岡文化芸術大学が、設立された。それに伴い、 学校法人静岡文化芸術大学は解散し、静岡文化芸術大学も、公立大学法人に移管された。静岡県立大学浜松キャンパスの航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成静岡県立大学短期大学部、浜松校の静岡校への統合により、 静岡県立大学浜松キャンパスが廃止され、代替措置として、静岡文化芸術大学の設立が決定した。私立大学だが、設立経緯から、いわゆる公設民営大学に位置づけられて、静岡県や浜松市が、学校法人へ支援しており、学校法人運営だが、公立大学法人運営に近い実態であった。 私立大学での運営形態を採用することで、旧来の公立大学に比して民間からの支援や協力も容易となり、公設民営大学として、静岡県や浜松市など地方公共団体の、公と、企業や市民など、民間の、民、双方による協力が強調されている。設立時に、静岡県は、 静岡県立大学浜松校付属図書館の大部分の蔵書を寄贈し、浜松市はキャンパス用地の提供や周辺道路整備を行い、民間からは樹木や備品などが寄贈され、後に静岡県や浜松市から補助金や職員などの運営基盤が提供される。地元要望による設置決定だが、 経済界や民間からの寄付金調達実績が9年間で1億4000万円余りであることが静岡県議会で問題視された。学校法人静岡文化芸術大学本部学校法人制度を採用した理由は学校法人が設置する私立大学なら運営を直接監督指揮できるため地方公共団体が設置する旧来の 公立大学よりも新大学にふさわしいと判断されたためである。加えて、静岡県立大学と同レベルの研究水準を維持しつつ、同学の授業料に抑えるには、県が直接設置する方法では不可能だと判断された。また、学校法人静岡文化芸術大学理事長を県民する静岡県知事の石川義信によれば、大学設置当時は、 国公立大学の独立行政法人化が論議されていた時期であり、この制度の趣旨を先取りしたと説明している。学校法人から、公立大学法人に移管される大学は、高知工科大学、明王大学に続き3例目となる。公設民営を利使、学費を、静岡県立大学と同学に抑えた、経済的不安のない安心した学習環境を整え、 内外から広く優位に募集し、優れた人材育成を機として設立された。しかし、本学入学者の8割以上が県内出身者で、県外志願者比率が低い一方、母体の静岡県立大学では入学者の内県外出身者が7割弱の学部も存在することが議会で問題視され、静岡県立大学との統合を要望する意見提出や、 静岡県立大学と同一公立大学法人への集約化も検討されるが、静岡県立大学と静岡県立大学短期大学部のみが静岡県公立大学法人へ移管された。2008年静岡県議会定例会で静岡県知事石川義信は地方独立行政法人による運営を検討すると公立大学科への要望に答弁した。 これを受け、静岡文化芸術大学では、事務局内に、公立大学法人化推進室を設置し、新法人の定官、公立大学法人静岡文化芸術大学定官が、静岡県議会にて決議された。学校法人としての静岡文化芸術大学に、在籍した人物を五十音順に記載し、在籍時の内外の主要な役職を併記した。教育機関、 研究機関としての静岡文化芸術大学に在籍した人物については、静岡文化芸術大学の人物一覧を参照されたい。ありがとうございます。